フェロセリウムの使用例、フェロセリウムは、鉄とセリウムの合金である。表面が粗いもので高速ですると、3、摂氏0 0零度の火花を発生する。セリウムの150、摂氏180度という、定着化温度に起因する現象である。1903年に、科学者のカール・ベルスバッファが、フェロセリウム発火石の特許を取得し、アワーメタルという商品名で販売したのが知られている。 CAS 登録番号 69523064GHS 分類では可燃性個体として危険物指定されている。国連番号は UN1323 容器等級2に分類されているため輸送する際には定められた容器や方法を用いなければならない。ライターのフリントやキャンプなどのファイアスターター、ガス溶接の現場などで使用される。 職場安全サイト、クラウスラインハルト&、ハーヴィック・ビンクラインセリウム・ミスチメタル、セリウム・アロイズ、セリウム・コンパウンズ・イン・ウルマン、S ・エンサイクロペディア・オブ・インダストリアル・ケミストリー2000、ワイリー v ・ v c a バインハイム、ドイ、10.1002、14356007、A0639。ありがとうございます。